メロカはスペインのバサンが開発した CIWS でスペイン海軍の軽空母やフリゲートなどに装備されている。スペイン海軍の要求を受けて1975年に開発が開始された。開発はスペイン陸軍の対空機銃システムを元にして進められており、実艦への最初の搭載は1986年後半に行われた。マウントはメロカ、 s p g m 2バイトと故障されており、120、合計2 0トル機関砲を横6列縦2段の計12門束ねて配置している。射撃は、毎秒にバースト射が基本とされており、それぞれのバースト射は3発ずつ4軍によって構成されている。これは、全門を同時に射撃した場合、相互の反動の干渉によって、 射撃精度が低下する恐れがあるための措置である。射距離1500メートルで最初の命中弾を得て500メートルで目標を撃破する想定とされている。射撃式装置は試作機ではマウントとは独立して設置されていたが実用機では方側は装備とされている。ただしアメリカのファランクスなどで一般的なクローズドループ制御は導入されていない。また、 ファランクスなどでは、システム固有の目標補足レーダーが組み込まれていたのに、対し、本システムでは、艦の戦闘システムの一部として、LAN-11L-X が搭載されて、PDS-10 戦術情報コンソールを介して、そのデータを受け取る形とされている。最初の実用機である MOD2 では、X バンドのロッキード射精案、VPS-2 が、 射撃式レーダーとして採用されて、マウントの右側に設置された。さらに、電子攻撃を受けている状況を想定して、1988年からは、これらのレーダーを保管する、光学追尾装置として、イスラエル製の超低光量カメラが導入されたが、これは、間もなく、エノサによって更新された。その後、百九十二年に実用化された、a では、 赤外線捜索追尾システムが追加された。また、1996年から1997年にかけて射撃完成コンピュータをアナログ式からデジタル式に換装し、全自動射撃モードを導入する MOD2A3 回収が行われた。さらにその後開発された MOD2 バイトでは、a ン VPS-2 を イタリア製の RTN-30X に、また、LAN-11LX を、R、LAN-12LX に更新しており、もっと 2A に対しても順次に同様の回収が行われる計画となっている。スペイン、ありがとうございます。